すごいな。あれは累計だね、8000は。いや、今日は事件があったからね。すごい。やばい。フォロワーも増えたかな。フォロワーさん増えたかな、ツイッター。あ、ちょっと100人ぐらい増えた。無料なかった。誰に投げてんだよ、お前。ふざけんなよ。頼むよ。ありがとうございます。占領ボカです。占領役者にしてください。気づかないでしょ。さっき2500人いたんだけど、寝ちゃってた。500人しか起きてなかったってこと？2000人寝てたのあれ。嘘でしょ。2500人いたんだね、外部で今。2000人寝てたの嘘でしょ。外部来たらこれ？マジで？寝るか？終わるか？通知できた？寝てんのこれ。あ、宝部のアリアス、高橋美さん、アリアス初めての方だ。キャスの人かな、初めて。あ、さっき2500人いたんだけどね。アリアス千里箱、アリアス。あ、寝てるか。ずっと見てました。マジでずっと見てた。ありがとうございます。寝るかじゃあ。養分からです。めっちゃ疲れた。ヤフー主キャスから来た。初めて。ありがとうございます。面白かったっす。あ、よしよしこさんです。キャスの収益がちょっと楽しみですね。どうなんのかなこれ。ツイキャスのどうやって見んだっけ。うん、見ていい？ちょっとさっきのお茶爆いくらもらったか。どうやって見んだっけな。収益、見方がかんない。アカウントか。収益管理。え、10万以上飛んでたよね。マジっす？5万5千。5万3千。5万3千。今日の収益。ロンツク。ごめんなさい。7割。どうなんだろう。115発ぐらい回す。お茶ばっかり。115発。あ、小前くんからです。半分取られちゃう。え、みほにゃんっていう女の子。うん、疲れた、マジで。しかもイベント出遅れた。岡山行ってたからめっちゃ出遅れたやんか、これ。で、パーキングやがった。遅れたかな。あ、団子の数ね。ありがとうございます。そうだよ、今日3日間は泊まる予定だったの。今日帰ってきちゃったよ。大年味で2500人最高、6000人。おはようございます。いや、あれはフル入れなかったね。止まれなかったね。どっちにしろあれ無理だわ。うん、
おはよう。ありがとうございます。ホテルだったね。うそー、どこだろう。店に寝た。寝かしつけた。風呂場にクーラーボックスあった。何なんだろうね。だね、ちょっとなんか俺が詰めたらちょっとね態度が変わったね。いきなり怒り出した。帰れって。お前も敵だって。お前は山田と一緒だって。うん、すっかりと12時回ったらふわっちやっておけばよかったよ。一人で来てたからさ、ふわっちできなかったの。運転しないといけないから。ザマの事件だよ。そうだよ、クーラーボックスってやばくない。遺体が入ってるバラバラ殺人。送ったのに。そうだよ、入れって言われたよ。なんかお前もアンチだろ。用なしだろうな、送ってもらったから。交通費浮いてた。だから俺が送んなかったら新幹線で帰ろうかなって言ってたんだよ。1万5千ぐらい浮いたんじゃない。だけやがって。千両ばっかりです。見せない見せない。ないんじゃない多分。車検証なんでないんだろうな。車に車検証だけ送るやついるかね。お金ももらってないんだよ、うん、録音撮ってるってマジかよ。怖いな。スマホ復元も無理だ。綺麗。あ、もうマルコさんに送ったプロレスさんがいて手間が省けました。うん、したことはないないない。あれはないでしょ。あれだけないでしょ。石川がちょうど相撲の話で、俺と相撲するってのりちゃん相撲してくれるの。誠治と相撲いいよって。朝青龍かかってこいって言ってるけど絶対やられるからね。俺の話じゃないじゃん。いくらの方から美穂にゃん始まった。帰ってきました今。皆さんの無料のおかげで8位まで来ました。カテゴリーありがとうございます。9800ポイント無料だけでありがとうございます。ただ有料が1個しか取りません。有料がどこ行っちゃったのこれ。有料が1個しか。オワコンかもしれない。疫病神とコラボしたばっかりに有料アイテムが取りません。どこ行っちゃったんだ。デッドかい。破産した。ダメかも。飛ばんな。閲覧より俺アイテムが飛ばないことが効いてる今。
相手も飛ばない、この時間だから寝てんのこれ。来月大阪来る、またイベントアイテムがいつ来るんだろう。あのじゃあちょっと点呼取るか。銀太郎さんいらっしゃいますか。銀太郎さん、銀太郎さんいます。銀の方、金日曜日か。銀太郎さんいます。ちょっと点呼2人、3人、4人、5人、6、7、いるね、いやー、あ、もうチャレンジ金太郎さんいます。金太郎10人ぐらいか、金太郎金太郎さんいます。金太郎さん、いや今日晩になってるでおばちゃんいたから無理だった。おい一人、一人だけ55さん、二人上79銀だね、二人金太郎、三人いるよ金、三人甘えてもいい。ちょっと有料のねイベントアイテム1個しか飛んでないのよ。あ、またいた、ほら、おお、めっちゃいるやん。ちょっとアイテムボックス見て一回、金太郎さん、銀太郎さん甘えさせてよ、ちょっといい、ちょっとイベント初日ちょっと出遅れちゃった、スタートいいっす。ちょっと甘えたいな。千両箱しか飛ばないんだけど、あっけめことよろどんつく。あー、しゅうちゃん、しゅうちゃんこっちじゃないんだよ。イベントアイテム宝船、そうそれ2個。あ、富士山あります。これこれが欲しいんです。うん、これが欲しいのよ。千両箱はもちろんのこと、ちょっと甘えれんかこれ。うん、聞いちゃうねこれ。どうしたこれ、これ夢でも見てんのこれ。これ夢じゃないよね、夢なのこれ。初日なんだよね、イベント。金太郎さん、うらちゃんでしたね。わいちゃんでしたね。キングボビーこれ。そうでしょ、15分。なんで飛ばないんだろうね。なんで？めっちゃいたよね、金太郎銀太郎。なんでや、寝るか。おう、相手どこ、ごこらつか少しです。あ、誰誰誰誰、あ、初めてだ、初めて、ごこらつか、ひーちゃんね、初めて。これプレイなこれ、うん、です。千両箱です。あー、ここ投げすぎた。うえ、お前が、お前がアラブ石油ビリゲストとかソーマセトップは誰。あー、シュウちゃん違うんだ、これじゃないんだよ。
昇竜拳じゃないの、これじゃないの、これじゃないんだって、違うの、宝船、ゾウさん、豚さん、これじゃないんだよ。で寝るの、嘘でしょ。5個ラスコイ、これこれこれ、あ、みほちゃんあります、これこれこれ、宝船、これっす。10個の5倍ラスコイ、ひーちゃん、この方はあれかな、追加したのか、これが欲しいんですよ、これ、宝船、これが欲しいのよ、一番今。10個ラスカイゾウさん、あ、めーちゃんありやす、これ、5位来た、ありやす、5位で遅れたわ、マジで。コノちゃんやし、これが欲しいのよ、昨日の夕方の3時半からやってんだよ俺、寝てなくて。10個ラスコはいつも見させてもらってます。誰、あ、ひーちゃんありがとうございます。出遅れた、完全に12時からやればよかった、最悪や。カテゴリー1位まで頑張らないと。うん、5時間も運転してんのか、めっちゃ疲れた、眠いよ俺も、マジで頑張んないと。5位まで来たけど、りんちゃんでしょ、甘えれんか、ちょっと。そうだ、1位まで頑張んないと、カテゴリー甘えれんか、ちょっと。あ、しゅうちゃんね、10時寝る、時間また来る、どん作らすか。あ、しゅうちゃんやす、そこをなんとか、しゅうちゃんダメか、もうちょっと、もう一声、あかんか、甘えれんか、ちょっとしんどいわ。無料アイテムでもいいんでお願いします、無料投げてない方。警察来た時点でふわっち行けばよかったな、あいつのせいだ、あのババア、ありやす、あのババアのせいだわ。うん、ありやす、センドラゴ、ありやす、おはよう、10分で終わるか、出してあるか、来たら限界、体力の限界あります。ありがとうございます。起きてくる？おはじょり？今日日曜日か。おはじょり来る？おはじょりの無料アイテムもらう？めっちゃ眠い。やばい。
だよね。お、一個来た、ありやす。ああ、ありやす。仙台の中古車販売の社長さん。おやすみってこれ、おや5個、おやす、4個来るやん、4個来るやん、これ4個。あ、よ、おやふ、おやふみ、あれです、おやふこ、うん、親不幸だこれ、親不幸。じゃあ次だ、おで終わるわ。うで終わるでしょ、次。あー、親不幸来た、これ終わりだ、これ5個で。ありがとうございます、親不幸。ケーキ悪くなっちゃった、やばいね。え、不幸者やばくない？おはようございます。ミルジー、お心すごい、誰？ああ、ありがとうす。見たでしょ、ほとんどの人。見てない人いるの？見たでしょ、リアルタイムで。見てない人いる？岡山行ってきたの。最初から最後見たでしょ、ずっとやってたんだから。見てない人いるの？見てよ、せっかく頑張ったの。寝ちゃった？どこで寝たの？寝ちゃったの？家着いたあたりから、うっそ。めちゃくちゃやばかったね、あの女発狂して。アーカイブ見た？あ、またキャッチやってる。もう配信も やらんもんとか言ってたの。山田笑ってた？怒り狂ってるところ寝落ちできる？あそこで。あ、ニコラもね。あー、車の中寝ちゃったか。あいつも車の中で超大あくびしてた、ね、なんで寝ないんだろう、なんで起きてんだろう。変なスイッチ入っちゃったか。やめるって言ってたよね、配信ね。あー、人の配信で笑った。山田油断出ちゃってる。あの程度で警察呼ぶのってどうなの？食べないわ。ツイキャスできなくなったやんかね。警察。うん。警察呼ばれた。俺が帰んないから。帰れって帰りたくないじゃん。洗礼箱ちょうだいね、洗礼箱、寝る前に置いてってね。洗礼箱ちょうだい。どこでね、ツイキャス。おお、何が名前はって俺一緒同じ名前。政治クレジットファンタがいいですか、お好みがいいですか。
どうしよう。くれるんす？じゃあここ投げで倍出してほしいです。ちょっと順位上げたい。余裕がなくても。ここ投げでいいんですか？本当？ここ来た。誰誰？来た。あー、ひーちゃん。ひーちゃんあります。倍出して。倍出してほしい。倍を出してほしい。出ないか。よかった、ファンタじゃなくて。うわ、出ないか。1回でもいい。5倍、10倍。ひーちゃんです。うわ、出ないか。です。出ないか。出た。5倍です。こういう得だね。得した。これ得したわ。ごこらさい。倍出て、10倍出て、誰か10倍、10倍出たら50個分、10倍出てくれ。ひーちゃんです。ここ出ねえな、出ないな。5個の作り、5個ラスト、5個の作り。うーわー、全然ない。5倍が1回。出ないね。よかった、ファンタじゃなくて。5個しか得してないってことね。出なすぎじゃない、倍。出ないね。ちょっと上がった。あ、上がった。ランキング上がってる、上がってる。うん、4位来た。4位、ありがとうございます。4位、あと1万ポイントで3位いきます。お願いします。助けてください。助けて。うん、ありがとうございます。あと1万ポイント。カテゴリーとりあえず1位行きたい。1位ありやす。甘えれんか、誰か甘えれんか。あー、ありやす。千里箱出遅れた。完全にやって思った。空白ランチがいる、そんないるか。そんないないでしょ。雑談たぬき、すれたいもんないんじゃないの、最近ヒットした人が。ないでしょ。ある。あ、金目が来られた。あ、ひーちゃんです。あ、パトワンさん、いらっしゃい。空白さんの雑種が荒れてるって。荒れてないでね。荒れてないでしょ。宣伝ばかりです。ありがとうね、ワンさん。ありがとうございます。5個。ワンさん、これ。ワンさん5個で終わるはずないんだよな。ワンさんね、そうだよね。そうなんだよ、疲れた。
ワンさんが5個で終わるけね。いけるでしょ。もう一個いけるんじゃない、これ4位だし、あと8000。ワンさん5個出すか。倍出てほしい。ワンさん5個出すか。倍出ないな、出ないな、5個出すか。こんなもんだったっけ。出なすぎじゃん、5個出すか。全然出ないね。5倍10倍10個ですか。ワンさんです。全然出ないじゃん、倍が。全然出ない、出なすぎだこれ。どないなって聖杯大感持ってる。出ないのこのイベント、出なすぎじゃない。あ、花之助さんね、ありやす。琥珀も出ない。あ、じゃあいいかな、面白かった。出ないね、倍率。おはよう、起きてきて早く千両箱ちょうだい。もう体力の限界だもん、マジでやばい。千両箱ちょうだい、ありやす。千両箱だけ置いてって仕事行くなり寝るなり、僕はちょっと自分との戦いがあるから。4位だから4位じゃ寝れないよな。あと5000ポイント、5000ポイント、3位。ちょっと甘えれんか。ありがとう、千両箱。もう一個甘えれんか。もうちょい、総合が46位。まだ低いわ。46位、ワンスリー1位取ったね、成績あるのに、これはちょっとやばいわ。3連覇した男がこのランキングだとやばいわ。ありがとうございます。イベント出すぎたか、ね、時間帯なのかな、スーちゃんちょっと遅れたね、5時間。ゴコラスコイ、お、この方はお初ですね。誰だ誰だこれ、うん、ごこらすこい、あーちゃん、誰だ、あ、どっかで見たことあんなこれ。ごこらすこい、あーちゃん、どっかで見たことあんな、誰だこれ、うん、どっから見たことあるの顔、どこ会ったことある人、なんかどっから見たことあるのこの顔、何も喋んない、あーちゃんありやす。誰だ、どっから見たことある、何も言わない、何も喋ってくんない、どうぞありやす。さとこめさん誰だ、はぁ、どっからってことあるの、何も言わないんですね。どっから見たことある、
あー道頓堀、あーあー、いいんすか、いいんすか、こんなに道頓堀、あー、ここらすかりです、あーちゃん、あー見つけちゃった、ありやす、起きてんの今、やっと出た10倍です、50個やっと出たこれ、やっと出た10倍、マジ疲れた、ゴコラスコラです、あ、3位になった、3位、来た、3位まで来た、ありやす、疲れちゃった、マルコさんね、どうなるか、おはよう、あーちゃん見ててくれたかな、今日ツイキャスやってたからね、今日ね、よく記憶ない、忘れちゃう、え、リスナーさん覚えてる、関西ババよりヤバいやついたね、岡山に、関西ババよりヤバい、やべ、岡山にあんなババいると思わなかった、結局帰らされた、警察呼ばれて、うん、赤見た、見てね、うん、見てね、アーカイブ、めっちゃ疲れたから、うん、推計で6000人だってよ、6000人、今日ずっと4000ぐらいいたよね、で、なんかあのうるせえさ、居酒屋入って1000人ぐらいいなくなってね、あれ、相沢よりやばいね。でも相沢の方が湧いたか。ふわっちでゼロワンとコラボして7000人。うん。恐れの洋服は、まあ、親近感を持たせるため。俺は山田とは違うよっていうのをアピールするために、恐れにしました。うん。信用つけるために。で、家に潜入できたし、あと、配信者さんがバンバン電話来るから、電話出ていったら怪しまれたね、やっぱり、なんで電話出るのって、ニコ生言ったよ、警察言われたもん、あ、ツイキャスからありがとうございます、うん、もしよかったらフォローお願いしますね、アーカイブツイキャス、俺もツイキャス見るけどさ、アーカイブも、人のアーカイブも見たことないから、どうやって見るのか分かんないけど、なんか見れるんだって、ふわっちみたいに、僕のアカウント入ったらなんかあんのかな、録画履歴みたいのが、うん、あと YouTube もあるんじゃない、 YouTube も上がってると思う、
YouTube 上がってるでしょ。なんで警察なんだ、俺が帰らないから、帰らないって言ったから、じゃあ警察呼ぶわ、うん、それそれ今度カンババ特集行くか、オカマのババはちょっともう取材できないから。大嘘つき女知らない、うん、大嘘つき女、借金しまくりの千里ばかりです。わかんない、大津月女みほにゃ、嘘でしょ、これは全部とんでもねえババアいたよ。ああやばい、嘘つきすぎて自分も多分わかんなくなっちゃってるね。で家が汚ね、まずで、あれでワンちゃん飼ってるってのびっくりした。マジでワンちゃん出てきたもん、家の中から。嘘だなと思って、ゴミだらけの家にハサミとか落ちてるし、水も入ってなかったし、ドッグフードはてんこ盛りだった。あれさ、ドッグフード合わないんじゃないかな、あれ。食いつきが悪いってことは。ワンちゃん、あれ。もうちょっと、なんかいいやつ食わせてないんじゃない？なんか安いやつなんじゃない？うん。海はないないない。超汚い。死んでますっつって言った。まあ、なんか枠切れって言うからさ、警察が切れませんよっつった。あれさ、合う合わないあるよね、ワンちゃんって。やっぱ飼い主がさ、試しやんなきゃダメだよね。このメーカーは食いつきがいいとかさ、食いつき悪いとか変えていかないと、食わなかったらちょっと心配してあげてね。でちょっとあの美味しいやつ混ぜてあげてさ、ねえ、安いからってさ、あんな餌なんかてんこ盛りにされても食わねえワンちゃんいるからね。見てあげないとね、ちゃんと、うん、あと小型犬ってあんなてんこ盛りあげていいの？一回一回さ、あれウイタンの時さ、俺餌任されてたんだけど1日2回なんよ。でグラムちゃんと測ってたの、15グラムっつって。でもう 2人飼ってたの、2匹ね。この子は18グラムでこっちは15グラムで、1グラム単位で俺測ってあげてたんよ。ちゃんと測りに乗せてさ、てんこ盛りだったで、こんなの。食べなくなる、ツバついた、あれ多すぎやんね。あれいいの、あんな一回一回食べる分だけ置いとけばいいんじゃない。あれ雑すぎない？あ、自動でね、出てくるやつ、あれはやばいね。しけちゃうんじゃない、てんこ盛り。痩せてたね。多分あれ口に合わないんだよね、多分めんどくさいんで、多分その面倒見てる人がつくぽんって言ったっけ、うん、てんこ盛り、あれはやばいわ。水もさ、あんな放置するんだったら自動で綺麗な水が循環するやつ買えばいいのに、うん、ずっとあのワンちゃん用の水で
水がさ、ちょっと綺麗なやつが流れるやつある？噴水みたいに。あるんだったらそれ買えばいいね。あるんだ、じゃあそれ買えばいいね。ちょっと綺麗な水が出るやつ、自動で。あれ買っちゃダメだね。2階は綺麗って言ったから俺もちょっと、お大丈夫かなと思った。汚い汚い。2階はあれよう言うたな、綺麗って。うん、よう言うたわ。あれカビ入ってた。ゲロ。部屋はね、あの鍋開けたら臭くなっちゃった。開ける前はそんなに、今は不正実況してない。あの保護は打ち切られてる、去年の12月、うん、臭い、全部。トイレは綺麗だったけど風呂も汚かった。子供がいたからとか言ってるけど、悪いよ。それは子供も出てっちゃう、うん、あ、小太郎さんだった息子も。小太郎、小太ミホニャン、わかんない。ミホニャン知らない。え、それ大丈夫。泥棒入ってないと思う、多分入ってないと思う。うん、ミホニャ知らないの。そうでしょ。うん、ミホニャ今ねツイキャスで多分やってると思うよ。こうやって1ヶ月版だからできない。もうやめちゃったかな、さっきやってたの。ちょいちょい枠切ってなんかねやってんのよ。やってないか、終わっちゃったか。あ、やってるわ、やってる。これこいつ、うん、ラジオだ、ラジオ。結局利用されただけや、うん、配信やめるとか言ってたのにね。やめねえ。じゃがいもだ言ってた、ツイキャス。ひどかったで。こいつ44だね、44歳。うん、俺のアーカイブ見たら分かるよ、どんな環境で犬が1週間放置されたか。 あれは救えないだろうな。でも離さない。あれこそもう泥棒に入るしかないね。泥棒に入って盗むしかない、犬を、うん、保証書？何の保証書？なかったっけ、保証書。保険証じゃなくて、寝落ちした。そうでしょ、見てよ、せっかく頑張ったんだから。昨日の夕方3時半からずっとやってんだよ、分回して一人で。だからお前ふわっちイベント出遅れたやんか。これ帰ってきてからやったやんか。あ、保険、あ、車検証ね。ない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 、出遅れたやんか、あいつのせいで。俺一人で運転したから。見てない、嘘でしょ。見てよ、ああ被災地ボランティアね、うん、言ってる人いるよね。フワでもね、やらない偽善よりやる偽善。
賛否両論だよね。分かんない、分かんないけど、叩かれる人もいる、称賛の人もいる。トイプーだね、キャラメルなの。見てた？募金はしないですね。ちょっとあの信じてないですね。あの募金って結局被災者のところに届くのか、ちょっと信じてない。あのシステム本当に被災地のところに行くのか。あれ誰だっけ、ほら24時間テレビの募金あったじゃないですか。あれ関係者が着服してたじゃないですか。だから信じてない俺、あの募金ちゃんと行くの分かんなくない。あれ信用していいのあれ。うんでしょ、なんか怪しくないあれ、募金とか怪しいよなあれ。本当なのあれ、ヤフーだからってさ。花屋さん見た？花屋さん攻めすぎなんで、でも俺攻めすぎ、めちゃくちゃキレられたもんね。犬はね、もうそのまま回収できない、無理かもしれない、助けられない。あとマルコさんが頭いいからどんな手を使うか分かんないけど、コタロくんね、分かんないけどどうやって助けるか分かんないけど、多分何かしら手は打ってくれると思う。お金もあるしね、マルコさん、うん、でこんなに叩かれるんだったらもう配信やんなきゃいいんでしょ、私がいなくなればいいんでしょって言ってて、もう今日何回もやってんのよツイキャスで。フワちゃんもエヴァになればいいじゃんって言ったの、そしたら発狂しだして、もう怖かった、いきなり机バーン叩かれて、おお、なんだなんだと思って、マルコさんにバトンタッチした、うん、いやあれ見ちゃうとさやばいよね。泣いてた泣いてた、警察呼んだ、泣いた後に。なんで警察帰らないから、俺が、うん、帰れた、帰れ帰れた、帰らないし、お腹出ちゃうんですよ。変なね、女社長にとかも電話したのよ、なんか友達の、意味わかんなかった、今日怒られた俺、うん、おばちゃんに怒られた電話で、うん、あ、面白かったです。配信者も見てたんかな、やっぱりツイキャス、サトミン、そうですね、相談乗って明日でもいいっす、明日使って緊急、緊急だったらいいけど、何の相談だろう、金、女、男、色恋、おっ箱、何、内容は、内容によっては食いついちゃうけど、内容が知りたい、何のその恋愛、アンダーバーになっちゃってる、うん、何よアンダーバーになってる、分からん、なんす、何アンダーバーになっちゃってる、なんすか
エロイプ。男でエロイプ。いやちょっと乗れないですね。エロイプなんかやってんの？何？あのさ、スカイプってさ、今使ってる人いる？いなくない？スカイプ。LINE じゃないの今。LINE で？LINE でエロイプ？ああそういうこと。誰と？有名人？花屋さんからです。エロイプ？エロで？有名カソ？カソじゃダメだわ。ネームバリューがないと。カソじゃダメだよ。知らねえでお茶を、うん、エロでねえ、みんな知らねえ。誰だ誰だ、どうでもいいどうでもいいってなっちゃう。ある程度有名じゃないと、千両箱ないっす。宝船だいぶ見てないな。宝船、うん、宝船来ねえ。千両箱しか来ねえ。もうなんだかんだ1時間やってる。1時間だったもん。無料アイテム1個だけやめて、3つにして、1個やめて、無料アイテム。いや、時給やばい、やばいやばい。うん。九十一番さん、もういいんじゃない？それは。千両箱寝るか。ゴコラスコイ誰？あ、キーちゃんアリアス。あ、ゴコ10倍ラスコイ、キーちゃんアリアス。あ、これ50個アンペがでかいな。50個倍出ねえからさ、めちゃくちゃでかい。1個投げでもいいですよ。できればでも午後から欲しい。午後から5個投げから。お願いします。寝みたい。マジお願いします。結局誰が1位だったの前半見てないんだけど、イギリス1位の総合前半。あ、イギリスだ。あーね、うーわ、焦ってるね。まゆちゃんめっちゃ頑張ったよ。まゆちゃんどうした？3位になってるよ。あ、ハイボールと競ったんだ。まゆちゃんめっちゃ頑張ったやん、これすごいな。で、アムチンが4位か、リンが5位、オムナナが6位、ブチヤムナが7位か。ファンタ20倍が出た。タコシがイキリストに爆投げ。え、なんで、なんでタコシが投げたの？なんでタコシが投げたの？嘘やろ。いや、リンが売れてるよね。パルちゃん11位か、あかんかったか。あのユイガのうんこ食いすぎな、パル。うんこ食いすぎ。タコシがめっちゃ投げてた。タコシが投げなければ負けてた。500個タコシが。なんで奥村どうしたい、そんな仲良かったっけ。
え、なんでなんで、タコシが500個、ナイト社長がいたから、どういうことどういうこと、あれナイト社長ってタコシにも投げてんの、ナイトさんって。なんかタコシの枠では見たことあるな、ナイトさんって。なんで出産祝いのお返し5個らすかいい、あ、まんまりやす、なんか岡山の人じゃない、あ、山形か、山形の人、あれです味方につけたいんかな、友達なかったかもしれない、スイキャス君ザコ石川起こったらすいません、もう二度と行きません、5個らすかいい、あ、了解です、ここありゃ、金額いくで、500個かける160、8万、8万そんなに、マジで8万、あんた10発だけだったから返しか、あんた10発イキリストが投げたの、ファンタ10発も、あ、おめでとうって、成敗したいよ俺、岡山のおばはん十分成敗だろ俺、逆に勢いつけちゃったかな俺、どうだどうだ、行かない方がよかった、調子になっちゃった、あのおばはんさ閲覧値だと思うよ、ニコラスかい、まこちゃんです、初めて初めてです、俺配信外でさ今日行く前に電話したんよ、電話かかってたんよ、何っつって、さっき私の枠でツイキャスで500人も行ったんだけど、本当かよお前っつって、マジでっつって、ちょっと今日お前ちょっと行くかもしれないお前んちっつって、どっちで来るの、ふわでちょっと最初やってツイキャスで行くって、じゃないと私映れないからねって、で今日岡山に帰りたいんだって、こうやってね、なんか電話してきたよ、なんだよっつって、俺は競馬やってんだよっつって、こうやって来たよ、よくわかんないこと言ってるな、プルッチって誰やねんの、火曜日に西成署山田とプルッチのことで朝から行かないといけない、その後岡山帰るとです、ダメ、伊藤さん大丈夫よ、メガホンありがとう、いつも一個嵐するやん伊藤さん、ほんでそのサムネね拾いがだってめくれちゃったよ、伊藤さんやめな、もうそのサムネ、うちのリスナーさんめくったよそれ、恥ずかしくないの、 おじさんかおばさんでしょ、めくれちゃったであんたのサムネ、ルイージの、あの、何してんの、そのサムネ使って何してんの、モテたいの、チヤホヤされたの、伊藤さん可愛いって言われたいの、拾いがやでそれ、うん、やめな、何が目的なの、それだけ教えて、伊藤さん類似枠で目立ってたけど、私のこと送っただけで稼げたんだから嬉しいでしょ、勘違いしないでって言ってた、マジかよ、本当に言ってんの、嘘でしょ、うん、あのおばはん
前が一番高いから石川と小町と野田が必死だった。お前次頑張れ。そんなことないでしょ。あれ、何のやつだっけこれ。何のサムネだっけ。まこちゃんがめくったんだよね。どこのサムネだっけこれ。美容室だっけ。インスタ、インスタか。有名人だこれ。モデルめくったよね。おはよう、ありがとう。起きたらまず無料アイテムね、皆さんね、お願いします。今日からイベントです。あー、DM 来てるね。あ、めっちゃ DM 来てた。今見た、めっちゃ来てる DM。めっちゃ DM 来てた。なんだこれ。今見た DM。 失礼します。ワンちゃんの国の義務である犬の登録、狂犬病予防注射受けてますか。受けてるならばこのような証明書バッチがあるはず。あー、狂犬病ね。あーね、見てないですね。あー、そういうのもあんのか犬飼ってたら。見てないですね。そこまで頭回ってないですね。犬の狂犬病。おーね、犬の登録。おはよう。そこまでは見てなかったな。まあでも証明書を見せろって言うと発狂するから、見せてくんないんじゃない。うん、ありやす無限の彼方へ。はい、行くぞ。なるほどね。Yes。 うん。石川誠司の単体ディスってんぞ。意味わかんない。単体って何？単体ディスってんぞ。なんだ単体って。あ、配信、あ、配信したんだ。何言ってんのこの人は。嘘鳩飛ばすなったらさ、もうちょっと ひねり加えてよ。面白かった、ありがとうございます。言ってないと、なんか石川、石川どうのこうのってまだ言ってる人いるね。何なんだ石川、石川って。しつこいな、さっきから。のりちゃん、のりちゃん何も言ってないだろう。最近誠司さんのイケボと可愛いフォルム癒された。あれ好きってこと、こんな可愛い子が好きなの。おやす。ニコ生はね、あのなんか警察関連をやるね。フワもツイキャスもダメだから。なんか可愛い止まりなんじゃないの。見てるだけでいいみたいな、そういう人が多いよね。あ、ありがとうね、盛り上げて。やっぱり拾いがじゃないと思って。伊藤さんは拾いが。ありやす、戦略ばかりやす。疲れたまして、今日疲れた。戦略ばこちょうだいね、今起きた人ね。奈々ちゃんのリスナーさんも来てくれてると思う。宣伝箱お願いします。頑張ったんで。ほんでさ、スイキャスやってたらさ、
またなんだっけ、石川県の震度6来たんでしょ、震度6また来たんでしょ、本当にすげえよね、ありやすねえ、また震度6、揺れなかったけど岡山にいたから、こっち揺れ、大阪揺れた、6来たんだって、あ、モンちゃんありがとう。1個雪降るの嘘でしょ、全然わかるです。まだ来るの地震、大阪揺れてないんだ、ガスなのあれ、またガス6、また誤報なのあれ6、嘘でしょ、前も誤報あったよ、マジ、あ、誤報なんだ、2回目で、うち、これです。ああ、ここちゃんです。2回目やんか、6の誤報。ありがとうございます。3位来た。2位までもうちょい。1万8000点。ちょっと取れてきていい？もうちょっとで2位やで。頑張るぞ。無料ナイス、ありがとうございます、お前と善逸はマジでつまらない、俺と善逸くん同じぐらいつまんないですか、すいません、なんかすいません、ほんまに、ちなみに誰が一番面白いですか、ふわっち善逸くんと同じレベルってことですよね、頑張ります、ちなみに 誰が一番面白いですか、ふわっちで222号教えていただきたい、教えてもらいたい、誰だろう、厳しいな、もっと頑張んないといけない、あ、誰が一番面白いんだろう、ギャグで言ってるのか、ギャグでギャグかな、誰だろう、俺と善逸くんより面白い人誰だろう、今日はね頑張ったと思うけど、どこがいけなかったんだろう、今日見てないのかな、頑張ったよね、おじさん42歳頑張ったよ、山田くんだとさ
ねえ、あの接触できないでしょ、家まで行けないでしょ、嫌われすぎて。俺中立だから会えるし、家まで行けてワンちゃんの飼育環境まで移せた。俺はね、仕事したと思う。めちゃくちゃ頑張った。だって俺が行かなかったら誰が行くよ、あれ。移せないでしょ、あそこまで。あれ、配信で移せる人いる？あそこまで。無理やんね。ゴコラスコイ、宝船。ありがとうございます。初めて。くっちゃん。サバカ、ありがとうございます。赤もあるよ。現場まで行けないよね、絶対。誰かいるの？家まで入れるやつ、配信で。あれ、映すなって言われるで、あれは、あそこまで。ああ、いや、思ったんだけど、抱っこして逃げちゃう。捕まるじゃん、普通に窃盗で。ダメでしょ、多分。犬盗もうかなと思ったよ。ちょっと意表をついて、どっかトイレとか行った時に。ダッシュして。伝えないともダメだった、まだ。捕まるよね。強行突破しようかなと思ったけど。だから全部ゴミ屋敷よ。西成も岡山も全部泥棒入ったとか言ってるけど、あれ片付けられないんじゃない？うつ病の人ってさ、部屋汚いじゃん。片付けられないんじゃない？なんか考えたけどね。抱っこして逃げちゃうかな。ゴコラスコイ。全員さんも見たことあるけど、せいちゃんと比べるのおかしい。せいちゃんの、ああ、ありがとう、キラコメ。でもそういうこと書くと222号さん怒るから。同レベルだって。全員つくんと。つまんね。岡山行った。帰ってきた、弾丸で。つるちゃうし、あー、キラコメです。お土産ないないない。なんか岡山行ってさ、2泊か3泊ぐらいして、なんかうまいもんでも食って帰ろうかなと思ったけど、役所行くって言ったけどパーになっちゃった。お月さんいらっしゃい。抽選券をお月さんです。10個ラスコイ来た、エース来た。あー、お月さん遅いよ、くんのずっと待ってた。10個ラスコイ、5個ラスコイ。あー来たー、5個ラスコイ。5個倍出して、倍出して、お月さん倍出てきた。5個5倍ラスコイ。あー、やっと来てくれたよー。おっ、かったよ、月さん。これ5個5倍やった。エースが来た。5個ラスコイ、10倍出していく。お月さん50個ハンペがラスコイ。そうりゃ10倍、5個。あ、くっちゃんやす、5個5倍やす。これ5個ラスコイ。あー、5個ラスコイ。10個、50個、そうりゃ5個の10倍きた。さらす50個。うわー、グレートナイス。5個5倍、お月さん。5個、そりゃ5個はすごい。5個、エース来たね。5個はすごい、やっと来た。やっててよかった、マジで。うわー、ありがとうございます。2来た。30個、クールナイス。10個、
あーちゃん、あーちゃんも来た。あーちゃん頼む。5個5枚。あーちゃん。来た、5個。あーちゃん。お月さん5個。あーちゃん5個のすごい。お月さん5個。うわ。あーちゃん。お月さん5個。重くなった。あーつるちゃんです。5個5枚、お月さん。来たこれ。5個、お月さん。5個、あーちゃん。お月さん5個のストーリー。5個5枚、あーちゃん、ゾウさん。ナイス。へぇ、5個、お月さん。1来た。5個、お月さん。5個、お月さん5個。5個1来た。お月さん5個。あーちゃん5個。ファンタスティック、お前が、お前がアラブ石油ビルゲットのトーマスへとお月さんでてかファンタスティックソウリア1個来た。お月さんです。5個5枚、あーちゃんです。25個そりゃあ、あと総合、総合ここはちょっと頑張りたいね。総合遅れを取っちゃってるからありやす。総合上位食い込まないと初日だからね。12位はまずいね。って思った ETC 大振り込む。まだまだね、こんなもんじゃない。 Z が本気出したらこんなもんじゃない。もっといける。あー、お月さんありがとう。マジで暑かった。勢いついた。頼む。待つしかないね。やっぱ長時間やって。ありがとうございます。新規のリスナーさんがね、今日ね、ツイキャスでね、見てね、せいちゃん面白かったよ、アイテムね。待つしかない。ひたすら体力の限界まで。新規の人増えたかな、ツイキャスから。うん、うえい、忘れ物、お月さん。あ、あれか、マンスリー取ったからもらえたのか。招き猫2個。うん。来た、これ。マンスリー1位だからね。なんかもらえるんだよね、上さんから。ご褒美ね。目標、マンスリー何位まで行く。これマンスリーは総合5位まで行きたいね。こう12万、頑張ったらいけるね。もうちょっと5位ぐらいは宣伝箱です。あー、ありがとう。チビリアです。ビデオです。宣伝箱です。マンスリー狙ってない、今月は。狙いだけね。やりしょ、4ヶ月も。あんま目立ったらダメなんよ、このフワッチって。知ってた？こそこそしないといけない。2位とか3位とかずっと継続して入ること。ずっと1位取ってたら恨まれるから。もう3回取った方がいいんじゃない、フワッとで。ね、ただこのイベントだけね、ちょっと上位狙って、うん。
あ、お仕事頑張ってください。もうカツ入れられないです。体力がなくて、すいません。何時間やってんの？もうだって、え、待って、3時半からやってるでしょ？12時間超えたでしょ？15時間ぐらいやってる今。15時間やったことある仕事で15時間連続休憩なし、やったことあります。15時間連続仕事してんだけどね、やばくない？頑張りすぎん？ない？15時間ぶっ通しやばない？頭おかしくなっちゃう。助けて。うん、あります。15時間連続やばいわ。いないでしょ。あ、ひげ兄さんってこの人か。なんかみほにゃんの揉めてるリストに入ってましたよ、ひげ兄って。36時間すごい、超絶ブラックやばい。せんればからです。何個飛んだの今？794個か。ありがとうございます。出遅れたな、マジで。あの世救えない。ありがとうございます。千里箱。僕は救えないもん。もう警戒されてる、めっちゃ。もう強行突破で、なんか、やるしかないね。法的になんか進めないと無理だね。うん。レワちゃんと一緒。うん。エフェクトよくしてる。どうなんですかね。めっちゃ疲れてる。線量箱あったらお願いします。総合5位までちょっと行かないとやめれません。今12位なんで、もう一声お願いします。ああ、女の子ね。女の子だったら信用するね。うん、石川は後に配信したやつはご飯食べれるようになってほしい。後に配信したやつ、どういう意味だ？後に配信したやつ、どういう意味だ？話の下りが分かんないな。そこだけしか切り取らないと、そこだけ切り取ると分かんないな。何の話の下りだ？話題が分かんない。何の話題で分かんないな。ご飯食べれるしやってほしい。ちょっと何言ってか分かんない。お前みたいに後のやつは、バカにされてんの？俺が？そんなことないでしょ。のりちゃんはそういう人じゃないよ。うん、下のやつ。のりちゃんのアンチいないでしょ。だってそんないるの？ありがとうございます。いや、そんなに匂わなかったですね。うん、洗礼ばかりです。下のやつって言われたいから政治やろ。分かんない。別にのりちゃんのね、こうライバルとして見てないし、でね、配信サイトも違うしね、何も思わない。別に家は臭かったですよ。臭かった。ありがとうございます。洗礼箱
ありがとう。コタくん、ちょっと犬の匂いした。犬。うわ、犬の匂いだみたいな。独特の。犬ってその家のさ、匂いがつくじゃん。うん。独特の犬の匂い。臭いって言えば臭いのかな。日本や50万ってマジ取られた。いや、石川さんの配信見れないです、今イベント中なんで、うん、どうでもいいです。今はちょっと206号さんは何、石川紀之さんのアンチなの、アンチ。今イベント初日なんですよ、こっちとら人の配信見てる余裕がないです。もう十何時間もやってるんで。5個ラスコイ、あー、みおちゃんです。5個のりちゃんのアンチ。おはよう、ゆみちゃん、いらっしゃい。よし、サンジボ。あー、夏ね、やばいかもね。てか掃除機が玄関にぶん投げてあるのがちょっと許せなかったですね。掃除する気ねえなと思いましたね。玄関に横たわってた。ダイソンが掃除絶対しないじゃん。充電もしてないやん。ダイソンって充電しないと使えないじゃん。これ俺をディスってんの206号さん。俺のこと言ってんの。のりちゃんがそういうこと言ってたぜ、お前のことじゃねえかってこと。俺のことディスってんの206号さん。のりちゃんのこう喋ったことをこうハトきて、そういうことバカにしてんの206号さん。俺のこと NG 出ちゃうよ、見れなくなっちゃうよ。いいの、打ち込まれちゃうよ。何も言ってないってよ。やめてね、そういうことするの。うん、やめて。しつこいだ206号さん。ずっと言ってるあなた一人で。どうしたん？なんかネガティブなの。どうした？車検証診断書ないから切れて。そうだと思うよ、そうだと思うよ。うん、客が悪いなと思ったね。のりゆき、そんなこと言わないって。ポンパーなのかな。 NG 入れとくかこいつ、いらんか、ぶち込んどくかこいつ、うるせえから。ずっと言ってんだよ、注意してんのに。マナー悪いなこいつ、いらねえかこれ、いらん、ぶち込んじゃうかこれ。ずっと言ってたこれ、何回注意したらダメだこれ。バルス、しつけえなこれな。ずっとありがとうございます。いや今年結構2、3人入ったかな、2、3人。嵐とか、あと俺よっさんの枠とか潜ってて、あのピエロくんっているじゃん、あれは NG 入れてるね。来てもらいたくないから。嵐、ピエロくん、空白嵐、あれ6赤ぐらいあるでしょ、多分10赤ぐらいある。10個ラスコ、明けおめ。誰、あーちゃん、10個ですか。ナイス。そう、うんこでスペースのやつ、あれは入れてる、うん、あー、ありがとうございます。無料、はや、ありがとうございます。疲
れた。総合が上がんないな、ランキングが。ありがとうございます。総合ランキング上げてこ。12位だからもうちょっと上げてこ、みんなで。上げてこ。占領箱投げてこ。宝船も投げてこ。一人10個ずつ、一人10個でいいから。まだ寝てない、イベントだもん。うん、面白かった、ありがとうございます。金目が確か月始めのイベントってウェブで買ったら金目がついてくるよね。大事なんだよこれ、月始め金目が月。10個ラスコイ、コタくんが頑張ってください。あー、ありがとう。初めて、ツイキャスの人かな。10個ありがとう。1人10個でいいからね、1人10個10個いける。1人10個、1人10個投げてくれたら1万個いくんだけどな。1人10個いける。1人1600円1人10個制作。占領箱お願いします。あ、くっちゃありやす。あ、これね、10個ラスコイ。あー、ちゃありやす。やっす。さあ、一人10個でいいんで、宝ブラお願いします。赤見た、生で見てて欲しかったな、生で。あー、いいんですか、50個。いいの、女性の方、大阪抽選券50枚。ってことはさ、これもしかしてシェンロン来る？佐藤ちゃん、おはよう。これ有料アイテムは？これおまけでしょ？なんか来んのこれ？シェンロン来る？チケット来たけど50枚。相当買ってくれてんじゃないこれ、50枚。先読み？来ない？これ来る？佐藤ちゃん、ないの？あまりってことかな、あまりないか。そう、ランキングがあった。ゼロワンさんやってんの？ゼロワンさんがやってたの配信？ふわっち？よし、名前かもしれない。ゼロワンさんね、始まったの今。10個ラスコイ、また来ます。あ、はめちゃです。ニコ生のアーカイブの残し方がわかんない。わかんないわ。体力の限界です。皆さん助けてください。一人10個でいいんでお願いします。あと5000ポイントで11位、お願いします。一人10個お願いします。宝船寝るか、あかんか、無理か。
無理かこれ。しんどいな。寝るか。おつり来る。おつじょりで奈々ちゃんやってないじゃん今日。おはじょりもないでしょ今日。燃料箱の1つ。休みでしょ今日。ありがとうございます。今日休みなんだ、日曜日だから。応援して。空白さんすごいですね最近ね。頑張ってるね空白さんね。ごこらすこい。あーみおちゃんです。今だけだと思うけどね、ジーガさんのねネタで、うん、岡山行って、うん、嘘つきとは犬ちゃんと飼ってない、車検証多分ない、送ったってのも多分嘘、うん、ブリコなんかブリコブリコっていっぱいあったのコメントが。岡山行った、弾丸で帰ってきた、警察呼ばれてニコ玉つけて帰ってきた。でなんかそこの家の付近が結構治安が悪いみたいで危ないから帰っておいでって言われたリリーママに。だから LINE 来たよこれ。リリーさんのリスナーさんかな多分。西成とまでは行きませんが治安が悪いんだって。だからなんか変なあっち系呼ばれたらトラブルになるから帰っておいでって。岡山のリスナーさんが これ見た瞬間にさ帰るかって言ったの危ないから。なんか変な呼ばれたらめんどくさいやん。うん、なんだっけ、ブラクなんだっけあそこ、うん、危ねえなの。ミホニャンに呼ばれた。なかなか帰んないから俺は。いやあんなの多分氷山の一角なんじゃない。もっとヤバいやついっぱいいると思うけどね。子供がね施設で犬もほったらかし、うん、家の中ぐちゃぐちゃ、うん、手帳持ってる。でも名前どうしよう、花屋 NG って聞いてたから花屋あいつダメだわって。で揉め事のリストに入ってたから、うわ花屋さん電話するどうすると思って。
配信中に花屋さんから LINE 来たんよ、つなげてほしいって。これ来た、これ来たんよ配信中に。どうにかして電話つなげようと思って、花屋が LINE 電話したいそうですって言ったら無理やんか。つなげてそれ切られるし、お前も出てけって言われるから、どうしようと思って、慶之助にしようと思った。岡山のね、岡山市だね。慶之助にしてもらおうと思って、連絡先教えてください。教えらんないじゃん連絡先。相沢がまだいい方だね、マシ。相沢がマシに見えた、録画あるよツイキャス、ただ俺が帰んないか居座ったから。もうとにかくこうなんか不正をこう見破ろうとして、めくろうとしてるから、俺がもう帰れみたいになったら、相沢消えた、消えたのも俺たちとか山田のせいだって。千両箱です、あれです。臭かったけど、家の中鍋が臭かった。鍋の蓋開けた瞬間ふわーんって、もうカビの匂い、ゲロ、カビとゲロの匂い。ニコラス来い、ありやす、男性の方ありやす、ゲロの匂い。まあアーカイブ見たらわかる、何日も前の鍋を放置してて、よくしゃぶしゃぶ屋であるじゃん、こうな鍋あるじゃん、真ん中がこうターハングカントリーみたいになってる鍋あんじゃん、こう S の字で2種類の味が楽しめる鍋あるじゃん、あれがね蓋してあってね、つゆが入ったままでカビ生えて放置してあって、それ蓋開けちゃったよ、取れ高がないと思って蓋開けて移したよ、めっちゃ臭くなっちゃって。ニコラスコイ、ありがとうございます。また臭かったあれが、千両箱です、千両箱です。これ一時売り切れになんなかった、どこでも Y 線イノチュニアして、これ知ってる、なったよね。これって なんで人気なの、これ意味あるなってたよね、これ意味あるこれ。睡眠の質を向上とか言って意味あるの、あ、コロナでマツコのせいなの。あの鍋、東京来る3日4日前からあるお鍋の汁、嘘でしょ、そんな前、東京に来るって、東京に来るって誰が東京に行ったの、あの晩東京行ったの、俺が行った時、え、あいつ東京行ったっけ、今普通に言ってるね。あ、マツコのせいなんだ。みほにゃんが行ったの、東京、あ、大阪ね、大阪に3日4日前ってことは10日ぐらいだわ、10日前だわ。ニコラスかい、ありやす、大阪ね、じゃあ10日ぐらい前だね。いや、これこれさんまで行ってほしいね、行くかな、あれ動画のネタになると思うね、コレコレさんがあったら。あいつでもコレコレさんのこと知らないって言ってるから、あれ知ってたら動画出るんじゃない、ニコラスかい、ありがとうございます、おはよう、めめちゃんいらっしゃい、知らないもんね、コレコレさんのこと知って
ってたら多分食いつくんじゃない。うん、あーね、里見肩持ってたね、思いっきり擁護してたね。関係ないでしょって、それなりにね、なんか育て方があるでしょって、コパせるし、なんかあんのかね、あの二人の関係。あれ友達でも擁護できなくね。岡山の名前ツイキャス名です。ニホニャ今もやってんじゃないかな。今もやってるよね、多分。もうやめちゃったか。やめてるか、いないか。ファンタスティック、お前がアラブ赤をビリゲストの相馬さんとメイメイちゃんになっていけないと作らすか。そうやね、すはニコラスかい。ファンタスティック、お前がアラブ赤をビリゲストの相馬さんとメイメイちゃんになっていけないと作らすかい。そうや。きたそうや。うわー、倍出てほしかった。倍出てほしかった。11位来た、これ。うーわー、倍出てほしかった。倍がそりゃめちゃめちゃ安い。いつもいきなり来た、これ倍出ないね。10個の5倍はずめめちゃです。10個の5倍切った、これ2個。あ、10個めめちゃです。3個めめちゃ、3個5倍ですか。奇数の方が出んのこれ。奇数3個ラスコイメメちゃんです。6個来た、これメメちゃんです。5個メメちゃん、5個5倍ラスコイ、そりゃめめちゃです。5個めめちゃん、5個めめちゃです。10個めめちゃんラスコイ。ファンタジック、お前がアラブ席はビリゲストのサンマさんとメメちゃんに出てきた。からの5個の5倍メメちゃんです。うわー、せっけー、惜しい。ハンター倍が出ねえなー、ここで出てほしかったな。倍があと3000ポイント1個です。あれです、30個です。めめちゃです。少しどこじゃないね、めめちゃめっちゃもらってる。パスカルはセブンです。1個です。めちゃくちゃでかい。大事だねここね。初日7位まで来た。うわ、天然ストレート抜け、もうちょっとで天然それで抜けるぞ。1個です、抜けるぞ。もうちょっとで天然それと、すぐそこだ。1個です、もうちょっとで抜けるぞ。天然それと1個です。いい、
けるぞ。もうちょっとで抜けるぞ。千里馬鹿です。7位まで来た。出遅れたけど、もうちょっとだ。力を分けてくれ。千里馬鹿ナイス、助けてくれ。びっくりです。千里馬鹿ナイス、ナイス。ラスコイン。あ、一個もないよ。全部ゴミ。全部ゴミ。ゴミ屋敷。全部屋。うん。今日の予定は、まあ起きたら西成。阿久津さんの射程の佐藤さん探す。これです。あと兄貴の家行って、うん、あの女マジヤバかったって警察がありましたって。関わんないですよって。これです。イベント中に行くよ。何時に起きれるか分かんないけど、めっちゃ疲れちゃった。子供無理や。あれさ、あのさ、家の汚ささ、あれ自走に持ってかれたんじゃないの、ワンちゃん。児相が見て、これ子供育てる環境じゃねえやって判断して持ってかれたんじゃねえの。なんか嘘ついてんじゃないの、あれ。思わない？なんかいい風に言ってない、あれ。なんかお母さんが鬱で大変だから、自分たち子供でだけで、子供だけの判断で施設に行ったって言ってたけど、なんか闇が深そうだね。あれ持ってかれてるよね、絶対児相に。これなんか後で思ったけど、思いません？自分から行きたいって言うかな。自分のお母さんが鬱で大変そうだから、ネグレクトだから絶対。自分で、あ、見れない、うつ病だからね。自分から行くよね、多分ね。ワンちゃんはマルコさんにとりあえず頼んだけど、どうなるかわかんないね。ちょっと帰ってきた。一個ないっす。あれです、一個。これです。さっきからあれです、一個ずっと投げてくる。千里馬鹿です。ドリルスありやす。一個ないっす。6位来たよ。6位来た。あともうちょっとや。うわ、あと3000ポイント。
3000ポイントいくぞ。彼一人いくぞ。一個ないっす。いや、3000ポイントいくぞ。もうちょっとや。あと3000ポイント。あの家が嫌だったら、多分俺も子供だったらちょっと考える。あれは、あれはどうなんだね。子供たちも片付けるとかないのかね。子供たちが出て行ってからあんなになったのかな。子供たちがいた時は綺麗だったんかな、まだ。片付けろよな。線路だからっす。線路だからっす。あれっす。発狂とかして出て行っちゃったんかな。考えるでしょ。あれやばいな。出ていくよね、普通に。多分でも実装が入ったんじゃないの、そういうことがされて。犬はそんなんできないじゃん、ねえ。保健所とか連れがちじゃん。ポイントでもう一段上がります。5位いける。もうちょっと甘えれんか。2400、もう一回お願いします。あと2400、これっす。これです。セルバカです。もう一回です。1個ないっす。もう1個。もう火事になると思う。あれやばいと思う。1個ないっす。線量がないっす。徐々に縮まってます、皆さんのおかげで。あと1800。ああ、お正月の挨拶あれです。高さあ、交番あれです。もう一声でね、もうちょっとで5位いける。あ、系のつけんね。はい、このです。徳間さん、あの 5個とか無理ですかね。5個はやっぱり1個がいいです。1個ずつがいいです。 5個とかダメ。そらちゃんでしょ。5個とかいい、無理。5個出すかい。いけるんや。5個いけ、いけ、5個はいけんねや。言ったらマジっす。ずっと1個 しんどいなと思って、すいません。ここ行けんねや。あの人組長の子供なんよ。誰が、嘘でしょ。岡山のこっちなの。ほんと嘘でしょ。どういうこと。みほにゃんが、ま、マジ、こっちなの。目がギョロッとしてるのがちょっと気になったけど、ガチ。どこ情報。ここらすごい。あれっす、マジで。ソース、ソースないよね。こっちなの。嘘だよ。嘘でしょ。
本当？こっちなの？本人から聞いた？岡山って こっちいるの？これあの辺。組長？じゃあ嘘だわ、本人から聞いたら嘘だわ。嘘だわそれ。表現。嘘だ。うん。嘘しかつかないもん。心すごいです。ジュインジュイン。ありがとうございます。めっちゃ投げてくれる。タイトルね。組長じゃない。めっちゃ喋るなあの子。やっぱ嘘つきとか詐欺師ってさ、ベラ回るね。めっちゃ。もう喋らせないね。間髪入れずにずっと喋り続けるなあれ。うん。なんなのね詐欺師って。嘘つきとか。めっちゃ喋るブワーって。こっち喋らせねえもんね。主導権握らせねえもんね。組長嘘だよ。父親も昔から糖尿病で生活保護って。そんな組長いねえべ。糖尿病で生活保護って。種違い多すぎじゃね。心すごいよね。どうしたです。あれ何人旦那さんいるって言ったっけ。4人種違い多すぎん。やばない。そんな人いるの。4人さん、うん、あー 見るのやめちゃった。すいません。ちょっと過激だったね配信内容が。ワンちゃん好きな人にはね、ちょっとね刺激が強すぎた、うん、あー5位来た。ありやす。あと5000ポイントだわ。もう近いんだこの辺。距離がいけるな。5000だったら5個ラスコイ。レオちゃんがかぶった。あれワンちゃん好きな人見られないでしょ。目塞ぎたくなるでしょあれ。もうかわいそすぎて。うん、追い出されたよ。ノンストップで来たよ。あ、一回ストップしたか。パーキングで。うん、シャンプーしてあげたい。トリミングもねしてあげたいし、皮膚もね弱いから直してあげたい。あー痩せてた。やっぱあのドッグフード合わねえんだと思うよ。てんこ盛りのまま置いてあったわ。嫌なんじゃないあのドッグフード。安そうななんかドッグフードだった。なんか栄養がなさそうなさ。ドッグフードのメーカーまで見てなかったから見ればよかった。うん、コウタくんそのままだね。あのまま5個5倍出す。こやです。うん、あの高級なドッグフードってなんだっけな。カルディナだっけ、なんだっけ、めっちゃ高いやつ、なんだっけ、カルディナじゃ、なんだっけ、カナガンなんだっけ。あ、ロイヤルカンナ。うん、ロイヤルカンナだったら食べるよ、多分ね。それちょっと柔らかい、なんかチュールみたいなやつ混ぜて
食べさせないと食わないね。うん、カナン、ロイヤルカナンが一番最強でしょ。あとはペディグリーチャム、うん、もうちょっとご飯考えてあげないと、薬もらわないため。おはよう、洗礼箱ないっす。まあね、不足で頭痛くなってきた。何時間起きてんだ俺、頭痛。ビタワン、うん、ああ、ちょっと頭痛。5個ラスコイ、ありゃす。あと何ポイントだ、4位まで。ああ、あと1600、春香りらしい。鳴き声聞かなかった、泣かなかった。うん、あと1600、もうちょっとだ。あ、金目がです、千箱もあるです。ね、ご飯変えてあげたいよね。食いつき悪いもん、痩せてたし、栄養がないんじゃない。めっちゃ寂しかったと思う。うん、ずっとあの俺の膝の上に乗ってたもん。ずっとかまってかまってよってやった。かまってよかまってよって、寂しかったよって。なんで一人にさせるのって、どこ行ってたのって、お仕事って聞こえた。コタくん寂しかったよって。怒らすかいい、かわいそうでしょ。いやー、あれ連れて帰れないわ。ちょっと、一回も泣かない。あと141ポイントで4位来た。4位来る、来るぞ4位。あと141ポイント、5個から使え。4位来たこれ。4位出遅れたけど、あれなんで5位だ、なんで4位来たか。4位来た、やっててよかった。マジで来たね。病院連れていけない、もう多分俺出禁だと思う、あの家来ないでって言われる。もうダメでしょ、あれはバレたでしょ、スパイだってのは。ありやす、抱っこしたら甘やかすなって、だからそういうのがあかんねんって言われた。ダメなんです抱っこしたら。なんでダメなんだっけ、甘やかしたら。なんか持論があったよね。いやー、もう信用できる人いないんじゃない。リストの中に入ってる配信者ダメでしょ。ああ、あと厚紙ぐらいかいけるの多分。うん、ダメなんだって、あんま抱っこすぎると。あ、確かに番犬になれないね、懐いちゃって。誰でもね、尻尾振ってたら。あんな番犬いないでしょ、ちっちゃい、ちっちゃすぎて番犬にならんよね。ゴコラすごい、ありゃす。
アシュシーチャイのことも減ってもけプードルは番犬だな。ああありやす一個投げれない配信者出て投げれない上に考えてちょっと何言ってるかわかんない5個ああありやすこれですあーありがとうやべえ体力の限界かもしれん眠て、ね、寝ていいっすもう限界かもめっちゃ眠てもう寝ようかなちょっとギブめっちゃ眠てよああめっちゃ眠てよ千両箱だけお願いします皆さん寝るか軽く歩こうボラスくんラスコイ無料の投げ忘れないようにお願いします寝るかめっちゃ飲みたいあー少しだここアルコールです千両箱ですはるかる5個10倍50個ラスコイアンペガーナイスはいはるかる5個ラスコイさあはるかる5個すごい寝ましょうありがとうはるかる5個5倍さあ25個はるかる5個5個はるかるです眠て めっちゃ眠たいわ寝るかもう寝る OK あるかね25個ですあと8600点になって
あと8000春から50個です。8600。おはよう。めっちゃ縮めてくれた、春から。あと8万6000ってなってる、これ。8600。3000ばかりです。もうちょっとだ。8600で3位。金メガないっす。金メガじゃねえ。千両ばかりです。千両ばかりです。ちょっと。でももう8600点だから、もうちょっと頑張りたいよね。もうちょっとだから5時間の遅れを取り戻さないと。スタートラッシュありやす。じゃあもう3位になったら寝る。3位になったら4位だから今あと8600でこれだけ抜きたい。無料お願いします。ここだけ抜きたい。サインお願いします。ここを抜きたい。抜いちゃいたい。千両箱お願いします。貧血ありがとうございます。カールカールです。5個、5個出す。カールカールです。1600倍出ちゃう。20倍出ちゃう。5個の20倍出ちゃう。抜ける。1000レボから2少しだけ OK。 5個、はるかるです。5個ラスク。5個ラスク。いい、はるかる。はるかる5個。5個ラスク。20倍出ちゃえ。はるかる5個ラスク。いい、5個の5倍ラスコイ。はるかるナイス。5個ラスコイ。か、何位だ今。ああまだ4位だ。もうちょっとだ。あと691点。691。金メガ50個です。
もうちょっとで3位だ。あと600ポイント。もうちょっとだ。ありゃ、せんでここ。もう寝るわ。これ終わったら。あと何ポイント。やべえ。朝になっちゃった。遅れを取り戻さないと。やばい。ああ。まだか。ああ、少しですよ。2個。豚に。ありがとうございます。だから。サイン来た。じゃあ終わるわ。すいません。体力の限界です。終わります。おつかまください。ありがとうございます。サインは来た。おつかま。また。ありがとう。ありがとうございます。またね。Thank you.